ノーモーマラリアジャパン、皆さんご存知ですか？マラリアノーモージャパンですね。僕本当初めてそれ聞いた時、本当こんな離れてアフリカから、あ、こういうことを考えてるんだなと、やってるなと思ったら本当驚きまして、またすごく安心したんですね。それで川崎でですね、イベントをやりましたんでね、本当たくさんの人来てね、皆さんね真剣に聞いてたんですよ。僕それね非常に印象強かったなって思います。やっぱり神奈川の人結構ねそういうの聞いて、あ、これやっぱりみんな同じながら僕の話聞いてたんでね、本当安心しました。 なぜかというと、サンコンも僕ね兄弟22人なんですけどね、でも姉の娘、要するに僕の姪っ子もね、実は去年ねマラリアで死んだんですよ。本当29歳、本当可愛い姪っ子だったんですね。マラリアかかりましてね、ちっちゃい病院に連れて行ったら違う点滴したんですよ。それ大きい病院に行ったらもう遅いって言ったんですよ。本当ショックでね、その姪っ子いなくなったんですね。だからそういう面で本当ね、皆さんアフリカのね医療事情葬式って良くない、本当。だからこのマラリアノーモアジャパンね、これ多分アフリカ入ったら多分アフリカの人平均寿命ちょっと伸びるかもしれないって、それマラリアも非常に下げると私思います。本当それ期待してますよ。だってカヤでね、カヤでモスキート蚊ついたら死ぬんですから、それで蚊だんだん減るんだったら、私本当皆さん応援してもらいたいなってね思ってますよね。参考、日本大好きの参考ですからね、やっぱりこれ日本大好きの日本から香港の大陸アフリカ助けてもらえばねいいなと思いますよ。日本人頼むよ、お願いしますよ。本当マラリアというとね、もちろん日本はないんだけど、アフリカもマラリアも全部消したらやっぱり日本万歳になるよ。よろしくお願いします。本当メイの本当ね、もうそれ以上メイみたいのね運命ならないように、ぜひこのマラリアノーモージャパン皆さん応援しましょう。